ちゃいことにくよくしなくなりましたね。小学生の話ですよね。小学生の時に小学生自己啓発も読んじゃうんだ。すごいですね。俺なんか覚えてるのはなんかナウマンゾウを探せみたいな、なんかそういうなんか恐竜の本漫画本みたいな、そこじゃないんだ、自己啓発行かれるんだってすごいですよね。勉強してるから読めたんだろうね。そっか。そしてん亀戸の振動と言われた田中圭さんの頭いいエピソードお願いします。でしかもさ、その下のさ、田中なんだそれ、バカにしてんのかよってもうそれがバカにしてんのよ、それがこういう行動、雄大15歳の時どんなこと考えてたよ。テストで何点以上じゃないと怒られるみたいな、ね、うん、あ、圭さんどうですか。横文字とか言ってなかった人の名前を人名で横文字出てなかった確かにね。